はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、究極テクニカルバトル絶望と怨念の復讐記緑の試練編ですね、こちらの方を攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではですね、アビリティの方を見ていきましょう。まずはリーダー、ケツバリですね、移動距離 &ATK アップですね。館バニラのアビリティをつけてます。そしてソニックブースト、必ず仕留めてくる方をつけております。そしてチゲチですね、勇気、壁コン、仲間 A 連携 ATK ブースですね、つけてます。そして、ジョウスケですね、先導30分、波紋の治療を入れています。スタンバイにはですね、セロハンですね、漫画決意、取り込む経験、イカ様を入れてます。イカ様はもしかしたらね、いらないかもしれないです。連動には無駄利用を迎えています。では参ります。やっぱりね、ケツバニが長い、長くで身が持たないという感じですね。長いのはちょっと嫌ですね。さあ勝敗が長いんですが、ここではしょうがない。一応カエルに接触するように真ん中ですね、ジョウスケとこれだけ浴びてればカウンターも怖くないはず。ですね、そうか、猿がいたんですね。さあ、ケツバニを走らせてみましょう。まあ、普通がありますが、仲間連携があるので、仲間連携じゃないか、あの2ですね、があるので、そこまで怖くはないですね。普通対策にはなってますよね。ただ長い長い、とにかく CS が止められないというのが弱点ですね。はい、1ラウンド終了です。そして2ラウンドですね、また嫌な形でいますね。ここは先制のバニラですね、を倒しておきたいので、バニラアイスを詰めるような感じで、CS を打っていきたいと思います。ちょうど真ん中ぐらいがいいかな。大丈夫ですね。一体しかまとめられなかった。ここは素直に何もしないでおきましょう。で、今度はですね、決戦バニラで走り回ってみましょう。カモの周囲がね、あるおかげでさ、おそらく踏んでも大丈夫じゃないかなとか思ってるんですが、ナイフ踏むかどうか、ナイフ踏んでもちょっといきれませんでしたね。シゲチはこのギリギリセーフでしたね。生き残りました、シゲチ。まあ、一応魂チップで回復しておきましょう。そして無駄利用で、ね、お掃除しておきましょう。はい、2ラウンドなんとかクリアできました。そして3ラウンドですね。
まあ、とにかく、ケツバニのね CS が長いのが難点ですね。余裕を持って倒せるのは倒せるんですがね。さあ、ケツバニの CS ですね。本当ソニックのおかげでね、こうやって飛んで切れるんでね、重さ関係なく。なので、ケツバニがね有用な感じになってくれて、ちょっと返り咲いてくれて嬉しいなっていうのはありますね。ただ CS が、長いのが止められないのが難点です。はい、倒しました。あとはどこにケツバニがいるかですね。それによって変わりますが、よかった、エリアスキル外ですね。なのでもうどうでもいいやという感じでいけます。結果にとね、仕入れ値さえいればなんとかね、難しく考えずにクリアできる感じになってるんで、本当に良かったです。今回が一番スマートにクリアできたんじゃないかなと思います。とにかく CS が長い、これだけですね。CS が長い、早く終わって、止められないよ。長い、長すぎる、長すぎる。だからこれぐらい長くないとカルブラがね倒せないっていうのがありますからね。はい、ようやく終わりました。はい、無事クリアすることができました。はい、ではですね、最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラザバタイム。